はい、こんにちは。今日は2022年千葉大学医学部の問題です。問題はこちらです。N を自然数として、N 個のサイコロを同時に投げ、出た目の積を M とすると。M が4では割り切れるが、3では割り切れない確率を求めようといった問題ですね。これ状況を確認すると、とりあえずサイコロの目が N 個、こう出るわけですね。1個目、2個目、3個目と。N 個のサイコロの目が出ると。サイコロですので、1、2、3、4、5、6のどれかの目がこう出るわけですね。これを全部かけたものが M ですよと。こういったことですね。で、じゃあこの M っていうのが4で割り切れるが3で割り切れない確率なんで、じゃあ4で割り切れる場合をちょっと考えてみましょうか。4で割り切れる場合ってことは、少なくとも1回4が出ればもうそれで4の倍数ですよね。4で割り切れると。または、少なくとも、2回ですね。2とか6。これが2とか6が2回出れば、2の倍数が2個出れば4の倍数になるので、とかっていう風になりますし、まあ、つまり、少なくともっていうのが出てきますよね。少なくとも1回とか少なくとも2回とかっていうことは、要するに、これは余事象で考えた方が考えやすいなと。つまり、4で割り切れない確率を求めて、まあ、そこから出していきましょうか。で、こっち側は3で割り切れないですので、4で割り切れない、3で割り切れない、余事象の場合で考えましょうということでやっていきましょう。つまり、じゃあなんか全事象がこうあって、で、じゃあ4で割り切れない、じゃあ4バーとしましょうか。これが4で割り切れない集合。そして3で割り切れない集合。3バーとしましょうか。で、求めたいのは4で割り切れるかつ3で割り切れないですから、どこの部分かっていうと、これは4で割り切れないですので、4で割り切れるってことはこっち側ですね。ここは含まないよと。で、かつ3で割り切れないですから、3で割り切れないの中のうちの4で割り切れる部分ですから、ここの部分を表しているわけですね。ここの確率を求めたいよということになります。ですので、ここを出していきましょう。まあ、どういうふうに出すかっていうと、要するにじゃあ3で割り切れない確率を出して、そこからここを引きましょうか。つまり、P3 バーですね。3で割り切れない確率、引く、ここ。つまり、P4 バーかつ3バーですね。4バーかつ3バーがここですね。4で割り切れないかつ3で割り切れないの確率を引けばここになりますよ。これが求める確率ということになります。じゃあまず3で割り切れない確率を求めましょう。これですね。3で割り切れない確率ってことは3で割り切れるのが3と6ですから3と6が出なければ3で割り切れない確率。つまり1、2、4、5の目が全部これ出れば3で割り切れないですよね。ということで1、2、4、5の目がずっと出るよと。つまり6分の4ですね。6分の4ですから3分の2。3分の2の N 乗ということになります。ここは3分の2の N 乗。で、引く4で割り切れないかつ3で割り切れないですから、まず3で割り切れないということですので3と6が出ちゃダメですね。かつ4で割り切れないですから、このうちのまず4が出ちゃうと4で割り切れちゃうので4が出ちゃダメだと。じゃあ1、2、5が候補なんですけども、2が2回出たらその時点で4で割り切れちゃうのでダメですよね。ですので1、2、5のうち、じゃあ1、5がずっと出る場合、1または5が N 回ずっと出ると。N 回出ますよっていう場合、または2は1回出ても OK ですね。4で割り切れないですから、2が1回出ても4で割り切れないと。2の倍数ですけども4の倍数ではないわけですね。2が1回出てもいいよと。2が1回で、1または5が残りの N-1 回ですね。この場合が考えられるよと。つまり1、5が N 回出る場合は、っていうと6分の2ですね。6分の2がずっと N 回ですから、6分の2、つまり3分の1の N 乗になりますよと。この確率は3分の1の N 乗。じゃあこっちの確率はっていうと、2が1回出るよと。2が1回ですから、2が出るというのは6分の1の確率。で、1か5が N-1 回ですから、1か5ってことは6分の2ですね。6分の2ってことは3分の1。3分の1が N-1 回出ますよと。で、あと気をつけなきゃいけないのに、2がどこで1回出るかですね。どこで1回出るかで、NC1 ですね。ということで NC1 かける NC1 つまりかける N ですよと。ということで
丸1の方の確率はこれ、丸2の方の確率はこれですから、これ足すこれっていうのが、この4バーかつ3バーの確率になりますよと。つまり、3分の1の n 乗プラスのこれですね。6分の n の3分の1の n マイナス1乗というふうになりますよと。で、これ、3分の1の n 乗にでくくりましょうか。ここ3分の1の n 乗にしたいので、ここ3分の1を中に1個入れましょう。6分の1っていうのは 2×3 で6ですので、ここ2分の1にしてあげて、この3分の1を1個の中に入れちゃうと、こうなりますね。3分の1を1個こっちに入れて、2だけを残しましたよと。で、これで3分の1の n 乗でくくってあげれば、これかける、この1足す2分の n ですね、と。こういう形になりますね。ということで、これが求める答えということになります。はい、今回は以上です。ありがとうございました。